ははいこんにちは実はまだ7月15日、えー、月曜日なのに今日は暇だったのと思われてるかもしれないですねもう私にもサイキックにもトランプ関連にもお腹いっぱいの方いらっしゃいませんか動画は録音はしますけど明日アップします今朝クレイグ・ハミルトン・パーカーさんがトランプ暗殺について新しい予知予測動画をアップしていました元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます クレグさんまずトランプ暗殺について警告してきたこれまでの自分の動画を紹介しています。一つ目の2020年1月11日の動画の抜粋でクレグさんが話した内容は以下の通りです。ドナルド・トランプのナディ、これ日本では多分アガスティアの派として知られてると思います。ナディを見つけることができ,できたので、2期目当選するか暗殺の危機はあるか、 彼の後に大統領になるのは誰か、いい意味でも悪い意味でも、彼の大統領任期中のハイライトは何か、など、5つの質問をしてみました。ナディは5000年から1万年前のインドの古代オラクルで、ナディと呼ばれる葉っぱにサンスクリットで書き残されたものを、500年くらい前に複写して現在に続いています。あなた、これトランプ。 あなたの代わりにあなたのなりを見つけることができたのでいくつかの気をつけるべきこと2期目まで大統領を続けるためにするといいことをお伝えしますごくごく個人的なことはここでは言いません健康面など伝えるべきだと思った情報をお伝えします2つ目の質問としてあなたに暗殺の危機が迫っているかどうか聞いてみたところナりの答えはノーでした ただし、ナディに書かれているレメディ対処法を実践しなければ必ずしも暗殺されるというわけではないが暗殺が企てられるだろうという答えでした健康面での問題もとてもシンプルなレメディを実践することで避けることができるのでお伝えしますで、ここで終わってですね次にクレグさんは2023年10月の動画から アメリカについての予知予測の部分の映像を流しましたここからはその動画でクレーグさんが話している内容です2024年の大統領選で勝利するのは誰かという質問をよく受けます2024年の選挙ではトランプが勝利すると予測します選挙を遅らせるか阻止しようとする試みがありトランプにはいくつもの訴訟が起こされますが ジョー・バイデンの周辺でも問題が発生するのが見えます。選挙を遅らせるために、議会が本来変えることのできない法律を変えようとするようです。これにはナンシー・ペロ氏は関わっていないようです。法律を変える試みは失敗。何をしようとしているのか、人々の目にも明らかで、トランプが勝利することになります。 大接戦になるようですが未来は確定していないので結果はどちらにでも転がる可能性がありますトランプは中国との縁を切ったり不法移民を止めたり燃料価格を下げたり富を構築したりしてアメリカの復興とポジティブな面に注力する必要があります黒人票がトランプに向かうのが見えました トランプに協力する黒人女性についてはこれまでも話してきましたがトランプを勝利に導くのは黒人票ですアメリカの外から他の国が AI を使って選挙妨害をしようとする結果将来的にはアメリカでは紙とカードを使う投票方法になるのが見えます投票日の前の投票郵便による投票は実用的ではないと判断されるようです たくさんの訴訟があるものの、トランプが刑務所に行く姿は見えません。一方で、ずいぶん前に彼の健康面での不安が見えました。健康面の不安でトランプが辞めることはないでしょう。選挙の頃、トランプとは限りませんが、候補者の命が狙われるものの、ギリギリ未遂で終わるのが見えます。副大統領は女性で、 この人が選挙での成功の軸となりますこれちょっと後で話しますけどここ大きく外してますねキャリー・レイク・キャンディス・オーエンのような有色人種の女性が得票数を左右しますジョー・バイデンに何か悪いこと暗いことが起こると感じます選挙が近づいてもう最後の最後にジョー・バイデンが無理やり舞台から引きずり下ろされるのが見えますカマラ・ハリスが選挙の数週間前 ごくごく短期間大統領になり民主党は慌てて他の候補者を擁立しなければならなくなります選挙前最後の最後にジョー・バイデンが大統領選を継続できなくなるようなことが発生しますどのように解釈すればいいのかわかりませんが何らかの出来事が起きるのと国の上に雲が立ち込めている雲がかかっているように見えます ハンター・バイデンのスキャンダルなのかもしれませんが、それよりもバイデン本人の病気または高齢で周りが彼を止めるように思います。バイデンかトランプの暗殺の可能性があるかもしれません。暗い力が働くのが見えます。彼に代わって担ぎ出される可能性があるのは、エリザベス・ウォーデン、ギャビン・ニューサム、意外な組み合わせの2人が候補者になるようです。 ハンター・バイデンは最終的には刑務所に行きますが、2024年のことではありません。スノーデンとアサンジの恩赦の動きが見えます。えっ、ー、と、クレイグさんが次に見せた映像は、2017年1月の動画です。ノストラダムスの予言センチュリー157で、トランペットが不協和音で震え、契約が破棄される、血まみれの口、 顔にはミルクと蜂蜜がついており、顔を天に向けて横たわっている。不協和音のトランペットというのはトラ、トランペット、トランプが怒っているということでしょうか。次にクレグさんが見せた映像は、2018年12月の動画からの抜粋でした。ノストラダムスの書物には、トランペッター、これトランペットを吹く人、トランプという言葉がいくつも出てきます。 トランペットの狂気を隠すす力という言葉もありまトトランペットが不協和音に震える契約が破棄される血まみれの口顔にはミルクと蜂蜜がついており顔を天に向けて横たわっているという一節は大変興味深いです暗殺が企てられても彼は死なないしかし彼の命は狙われる それとは別にトランプの家族を巻き込む自動車事故があると感じます。で、次に見せた映像はナディ、インドオラクルの話でした。トランプがレメディを実践してカルマの縛りを解くことはできるが、本人の許可なく他人が実践することはできません。ナディには裏切られたものを責めてはいけない。裏切ってきたものを責めてはいけない。 攻めるべきはあちがちがが裏切られた人を責めてはいけないだからトランプのことでしょうね。責めるべきは彼を裏切った人。裏切り者は他人を裏切ることで悪いカルマを積み重ねる。裏切られた方のカルマが取り除かれる。と書かれています。トランプに暗殺の危機はありますかと質問したところナディは「の暗殺がありうるときはもう過ぎたので殺される可能性はない。 暗殺されて死ぬかもしれなかった時は時をすでに超えて生きているもののレメディーをトランプが実践していないので寿命をフルに全うするまでは生きないだろうという答えでした元動画はここから、うん、今今朝のクレイグさんに戻ります 屋根の上に乗っている不審な人物を通報したにもかかわらず無視されたようなのですが JFK の時も犯人はすぐに亡き者にされてなぜ犯行に及んだのか結局本人から聞くことはできませんでしたで次はライフルを持ちながら屋根によじ登る犯人を見て、うん、警察に言ったのにトランプの演説はその後23分続いたというなんか目撃者のインタビュー映像が流されました。 放置した警察そして銃をホルスターからすぐに取り出せなかった女性のシークレットサービスも批判されています。って言ってます。で次に流した映像では映像ではナンシー・ペロシが何が何でもトランプを止めなければというふうに有権者とあと寄付をしてくれる人たち支援者に向かって語りかけている姿でした。最近になってバイデンンがトランプ に防災標的をつけようって発言したのも大きな疑問ですアメリカの政治は今やめちゃくちゃになり分断してしまっています世界の他の国でも選挙は人々の声を代弁してはいないようです隠されたアジェンダがあり法のシステムは歪められているだけでなく武器として使われてしまっていると感じますただこれまでの人類の歴史では何かものすごく悪いことがあっても 人々の意識は継続してきています。この意識は物理的な世界を超えてスピリットになり、宇宙の意識、神の意識となり、人間の形の時には存在した失敗がなくなると感じます。ナディやインドのピランハや世界の宗教では、宗教は人類の上昇と来たるべき黄金時代、ゴールデンエイジについて触れているので、 今我々の目の前にあるのは鉄の時代カリオ用河魚座の時代の緩やかな終焉なのかもしれません人類の偉大な覚醒は突然空から降ってくるようなものではなくそれぞれの人が一人ずつ目を覚ましながら広がっていくのでしょうキリストの復活という感じではなくいずれ複数の偉大な人物がこの世の中に現れます その一部はすでにこの世に存在しています。新しい時代に移動するときには地球が大きく変化して地球が物理的に揺れることでしょう。これは全ての人が覚醒するために必要なことです。真実や存在の後ろにある私服、Blessing って私服で大丈夫ですか、全てはとてもシンプルで愛が開花するようなものだというのが直接わかるようになります。元動画では、 この後ははんか現実になったこれまでの自分の予知予測のリストをいっぱい見せていました。以上です。おまけ1個だけいいですかクレグさんが、まあ、今朝の動画でトランプの副大統領は有色人種の女性っていうなんか結構前の動画を流しちゃった後に、まあ、数時間後なんですけど、まあ、今日。 J.D. バースっていうオハイオの議員39歳が副大統領候補であるという発表が行われました。<laughs> 全然違うじゃんどうするんだろう。J.D. バースって誰って私知らなかったですよと思って、まあ、YouTube で見てみて7年前のテッドの演説で老いたちが少なからず分かって でその幼少期の回顧録を本にしたみたいなんですよねで。それを元にした映画がネットフリックスで今見ることができるのでマニフェスト、もうすごい頑張って見てるマニフェスト、シーズン2の第4話でちょっとお休みしてですね、ヒルビリーエレジーという映画を見たいと思います。ではではは